リュート歌曲は、高キルネサンス音楽から、初期はロック音楽にかけて、一般的だった演奏形態。リュートで伴奏しながら歌うこともできるが、リュート歌曲の場合は、独唱者とリュート奏者がしばしば別々であり得る。リュート歌曲の作曲家のほとんどは、自身がリュート奏者であり、同時に、マドリガーレやポリフォニックなシャンソンの作曲家でもあり得た。一般的に、 リュート歌曲は1550年から1650年頃まで作曲されたが、リュートで独唱者を伴奏するという形態そのものは、それよりもずっと前から存在した。リュート歌曲はイタリア、フランス、イングランドで開花したが、それぞれの国々で呼び名や演奏様式に違いが見られた。イタリアの代表的な作曲家は、ルッツァスコ・ルッツァスキや、ヴィンチェンツォ・ガリーレがおり、 イタリアのリュート歌曲は、通奏低音と、モノディに代表される初期バロック音楽の特徴を備えていた。フランスでは、リュート歌曲を、エール・ド・クールと呼び、インリツ音楽ミュージックメシュリーの影響もあって、どの地域よりも長続きし、早々期のフランスオペラのアリアにも影響した。イングランドで、リュート歌曲は、エア・エアと呼ばれ、ジョン・ダウランドやトマス・カンピオン、フィリップ・ロセターラによって作られた。 とりわけ、ダウランドの作品に明確に見出されるように、フィレンツェのカメラータに影響されて、ポリフォニーを排除し、リュートがほとんどはオンバンソの役割に留まっている、例と、リュートが、独唱者と対等に濃密なポリフォニーを展開する、例の両方が共存した。ありがとうございます。